必殺全開。燃やせスーパー戦隊パワー。え、僕。全力全開フィナーレバトル。いや、それ俺のセリフ。お疲れ様です。前田です。今日はミニプラ全開合体シリーズ05全力イーグルのご紹介。はい、ついにですね、ミニプラでもですね、全力イーグルが発売されたことによって、最終合体ロボなのかな、全力全開用のミニプラも完成するということで、今回は全4種類でございまして、ラインナップはもうこんな感じ、全部全力イーグルでございます。で、僕はですね、2セット買いまして、1つ組み立て終わってますので、完成品がこちらになっております。今回はですね、この3番のですね、全力イーグル C に台座もついてますので、このように全力イーグルを飾ることができるということですね。はい、こういう台座がついてます。そしてこれがミニプラ全力イーグルでございます。4つの箱にですね、分割して発売されただけあって、かなりのボリュームですね。大人の僕がこういう風に手で持ってもこれぐらいのサイズですので、かなりでかいと思いますね。ちょっと近くにあるもので見ると、これが一番わかりやすいのかな。箱とこれ一緒ぐらいの高さありますからね。で、厚みもこんな感じなので、そう、なので本当にこの箱にいっぱい入ってる、パンパンに入ってるぐらいのサイズ感でございますということでですね。今回はですね、はい、デラックス版と同様ですね、全力イーグルになって、全力全開キャノンにも変形すると。そして、過去のミニプラを持っていれば、マジーヌたちですね、このようにですね、全力全開合体ができるわけですね。最大全高約260ミリの超ビッグスケール。まだ僕ちょっと合体させてないんですけど、後でやってみたいですね。すごい大きい。はい、ということで見ていきましょう。まずは全力イーグルモードですね。こんな感じになっておりますね。はい、ちょっといろんな場所がぐりぐり動いてくれるおかげでですね、こうちょっと形が決まらないときは直してあげてくださいね。はい、シールでバッチリ色分けがされております。こんな感じ。これは後から全力全開キャノンになった時の、まあ、上側になる部分ですね。こうなってまして、で、まあ、このまま全力全開キャノンに変形いきましょうかね。ここの部分を展開すると、このようにですね、銃口が出てきて、ここちょっと硬いんですけど、はい、こんな感じで全力全開キャノンが、はい、完成いたします。すごいですよね。で、ちゃんとここは歴代レッドがずらっと並んだシールが貼ってあります。そして最後が全開ザーですね。で、このような見た目になっております。はい、もうデラックス版を本当にそのままミニプラ化したようなデザインですね。で、ここが回転しますので、このように、冒頭でお見せしたですね、必殺技の再現なんかもこれをぐる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 と回して、で、構えますよね。燃やせスーパー戦隊パワーティリリリーって、こういう風に脳内でですね、音を鳴らしていただくと、ちょっとデラックス版の音を冒頭では使ってると思いますけど、デレテテテレッツゴー全開かな、デレテテテ全開、デレテテテ全開っていう感じで待機音が流れて、で、こうトリガーは押せないんですけど、ちゃんと黒いシールで色分けされてますので、ちゃんとトリガー部分があるように見えますよね。大全開バキューン、ドカーンということでですね、このシーンの再現の時は僕これを使ってますけどね、前に購入したライトウォッチ、これがちょうど全開ザーの顔にですね、歴代レッドが集結してこう放つと、こういうことができるわけですね。で、歴代レッドの顔が揃ってるのは、もうこのギアを使うのが一番早いということで、これを使ってますね。これをこう赤レンジャーから5レッドまで行って、ひっくり返して、タイムレッドから、キラメイレッドまで行って、で、これが一つになり、全カイザーの顔になって、ドカーンと。はい、こういう風に、僕は遊んでおります。
冒頭でやりましたが、誘導シリーズとですね、サイズ感がこれぐらいなので、なんか、歴代戦隊名物のですね、合体バズーカ的な感じで、5人で持たせると、いい感じのスケールですね。ちょっとここはアレンジしてやってみました。デラックス版と並べると、こんな感じでございます。本当にすごい、よくできてますよね。若干この白が、デラックス版の方が明るいかなという感じですが、見た目はほとんど一緒ですね。細かい部分もシールで再現されてますので、はい、こんな感じですね。すごい、よくできてますよ。シール貼るときにちょっと思ったんですけど、ここの部分がですね、ミニプラ版はちょっとやや、何ですか、へしゃけてるっていうんですか、横にこう、詰まった感じ、顔細いですよね。ちゃんとデラックス版の方は、赤レンジャーとゼンカイザーを見るとよくわかると思うんですけど、ちゃんと丸いじゃないですか。ただこっちの、今回のミニプラ版は、ちょっとこう、シュッとなってる感じがして、はい。ちょっとシールの再現度が、ここだけちょっと、あれって思うのがありましたが、で、この辺とか、もうシールで色分け、バッチリですね。しかも今回結構シール貼りやすかったですね。組み立てる時間もそんなにかかんなかった気がしますね。4箱でどうですかね。1時間かからなかったような気がしますね。測ってないですけど、いつものミニプラよりも全然早く完成しましたのでおすすめですね。ということで、まずはですね、全力イーグルと全力全開キャノンの状態を確認したんですけど、いかがだったでしょうか。次回はですね、これ今までに発売したこの子たちとも合体ですね。いやいや、ついに完成ですよ、全力全開王。ということで、次回はですね、全力全開王に合体するという、後編をお届けいたしますので、よろしくお願いします。ミニプラ版の合体再現シーンもちょっと撮りたいなと思ってますので、また、次回の冒頭でそれは流すかなというところでございますので、お楽しみにということで、今日はこんな感じで終わります。お疲れ様でした。前田でした。全力全開合体！みんな！こっちこっち！おお！ここっすか？支えましょう。どうなるんだろうね、ジュラン。いや、これテンション全開っしょ。みんなで合体、ワクワクするね。マジそれよ。ヤッホー、ジュラン。ゲゲン。行くよ！全力全開よ！なんだと？そんな気候が！よろしくお願いします。前田でした。